この物語は拳一つに魂を込めた不器用な男たちの熱き生き様の記録である。喧嘩番長は立って勝負しろや。どんな奴らだろうと俺らの前で好き勝手やらせるわけにはいかねえ。俺ら黒神連合の邪魔する奴、片っ端からやっちまえや。可愛がってやったらよ。もう大丈夫か。役に立つぜ。俺はお前はやっぱり男の中の男や。バカ野郎、発射！こいこら！全力で来いや。